とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は無謀英雄を使っていきます。装備してる武器ですけども、これですね。誕生と終焉です。吸血がついてる武器との相性がいいんですよ。無謀英雄って。なので、これです。リフレッシュとクリティカル、重力、追い打ちがついてます。で、弓はネバネバの弓で、こっちにもリフレッシュをつけてますね。ポーションバリアが発動しやすくなってます。で、アーティファクトは、羽、ドラ、キノコ。まあ、いつもの3つとなってますね。で、行く場所はここ。デイリーチャレンジ2位の地下寺院です。ここはプレイヤーの HP が 75% 減少するクエストです。それでは、行きましょう。それでは、行きましょうか。もちろん旗は全部取ります。全取りで行きます。で、サプライズギフト出るので、矢が出るんで、枯渇することはないんだよね。おそらく。うん、まあまあ、早いうちに、キャプテンが、一体出てきてくれれば嬉しいかな。OK、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 OK。あ、ちょっと待って。いたいたいた。変更がいる。ちょっと変更いるな。うん。変更の時は飛ばずに。こっちいないね。うん。で、矢がそこそこ、もう入手できたんで。ある程度先まで行ってもこれは安全だな。よし。これ中間地点までに、出てきてくれればいいけど、キャプテンが。どうだろうね。よっしゃ、オッケー。オッケー。いや、なんか余裕だぞ。なんか余裕。あ、で、ネバネバも、バブルバーサーね。どうかなと思ったけども、いや、意外といいぞ、これ。あ、バブルバーサーすげえいい。ちょっと待って。固まると、ダメ。ここで固まっちゃダメ。え、キャプテンこっちか。オッケー。余裕。よっしゃ。もう余裕余裕。めちゃくちゃ強え。はい、で、脅威1。あ、やっぱりね、うん、いった。ちょっと待って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 、無理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 。ちょ、すごい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 。何これ、何これ、ほんと。いや、よういったな。いや、よう今のところ抜けたね。あのわけわからんところ。こっちはいません。いや、やっぱね、強いわ。75% 減少して、で、さらに無謀で HP 減ってても、まあ、食らった分、速攻で倒して HP 回復するんで、なんとはなって。うん。で、このネバネバの弓にも、リフレッシュがついてるんで、こっちで倒してもいいんで。うん。全然こっちで倒していいんで。いや、すごくいい。相性が。これ、抜群ですよ。OK。もう、重力パルスが鬱陶しい。OK、OK。おう。ちょっとこう、中間地点のとこなんですけども、まあ、ここまでに4体ぐらいキャプテン欲しかったけども、まあ、2体。うん。まあ、悪くはないでしょう。で、ここから。感じて過ぎました。あぶねあぶねあぶね。いった。ちょっと待って、めちゃくちゃ減る。いや、ちょっとひでえ。ちょっとお前らだよ、めんどいのは。ああ、やっぱりこの槍持ってるやつにちょっと弱い。あ、まあまあ、弓で倒せっていうことね。うん。弓でね、チクチクやりなさいよっていうところでしょうよ。いや、減る減る減る。HP
がむちゃくちゃ低い。よし、行くとこ。よし、反対側か。いるね。ちょっと減る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 けども大丈夫、倒せる倒せる。よっしゃ、うわ最悪のナイトモードだ。ちょっと待て待て待て、来い。ちょトゲ無理、これトゲ無理だって。いやこの状態でトゲ無理よ。ああまあまあまあ、オッケーオッケーオッケー。うん、復活してすぐ倒す感じだったらいいけどさ、これきついことさせるな本当に。どこキャプテン、こっちこっちやね。どこだ、オッケー、速攻で潰す。よしオッケー。待って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 、 まずはこいつらを沈めよう。オッケー、何来た？モブ速度が 90% 増加。 OK、 待って、ひどいひどいひどい、なんなん、ちょっと待って、あこっち側もういないわ。いやーこれはきついな、ナイトモードこれではきついって。ちょっと待って、 トゲは無理、トゲ無理。ちょっと敵は選ばせて。あ、でももうさ、すぐ先に行けば、ゴールなのよ。うん、でも、あと、二つ、旗があるはずなんで、ないかもしんないけど。これは探す。意地でも探してやる。オッケー。もっ。待って。よし。絶対クリアしてやる。オッケー。うん、きつい。さすがに脅威が2つついてると痛い。うん、脅威にはちょっと倒せんくなってるもんね。ちょっと待て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 、痛いって。あぶね。うん、待てよ、結構深い、深いかな、あまりにも深かったら。いやー意外に深いぞ。先には進みたくない。いやいるいるいる、 OK。 どこだ、ちょっと待て、あ変更じゃん、これ変更のネクロマンサー、これえぐいって。ちょっとこれ、ここえぐい、ちょ無理、これ無理、どうやって倒せっていうの。よし、いや無理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 、ちょ何これ、マルチショットのネクロマンサー、もうふざけてんの。待て待て、キシャッ、オッケー、逃げだ。よしよし、よし、待った、ちょっと待て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 って、お前ら取らせてくれ。 OK、 よし全部取った、逃げろえ、何がついたの。え、ナイトモードと速度が上がって、あ、重力パルスを持ってる。うわー戦いにくで、脅威さんですね。いやでもあとはもうクリアするだけなので大丈夫。もう見えてんのよ、ゴールもう見えてる見えてる。あとゴール手前の敵のラッシュ、うわいつい、ちょっとこれはきつい、これはきつい、危ねっこれはきつい、分かってる、きついのは分かってた。
クリアです。いやちょっと待て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 、危なかった。はい、それでは戻ってきました。今日は無謀英雄プラス誕生と終焉でやっていきましたけども、いやいけたね。旗6個取って全然クリアが、まあ、全然じゃないけどもいけました。やっぱ変更トゲが来るときついね。まあきついんですけども、そうね、ネバネバはありだった。リフレッシュついてて、これで、リフレッシュが発動してくるので、まあ、変更が来たらきついけどね。まあ、それ以外だったら、このネバネバすごく良かったので、いや、このセットいいよ。誕生と終焉と、無謀英雄で、ネバネバ。全然いいかなと思います。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。